ミンチニュース。安のおっさん拾い箱が大津市に登場。日本財団海と日本プロジェクトチェンジフォーザブルーの一環として、地域の皆さんの清掃活動の輪を広げようと設置された安のおっさん拾い箱。守山市から始まった拾い箱リレー、彦根市に続き今回大津市に設置されました。今回拾い箱が設置されたのはセブンイレブン大津農家店さん。拾ったね。いや、拾い箱設置ありがとう。拾い箱リレー2022、3カ所回って今日が最終日になりました。すごい。みんなゴミ拾うぞ。あ、早速行こう行こう。安のおっさんとセブンイレブン大津農家店の皆さんがゴミ拾いを行いました。今日お腹が邪魔でな、なかなかな、あれなんや。よいしょ、いくで、せーの、ほい。あれ、やばいやばいやばい、アシストありがとう。パン、はい、ちゃ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 、ゴミよいしょ。じゃあまずこれを入れといて、それからストロー。わしはストロー級ならぬヘビー級やけれども、このストロー広い器用やろ。よいしょ、はい、ちゃ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 、ゴミ。オーナー結構拾えた？拾えた。結構拾ってある。もういっぱいしてたった。いや、ええな、これ後でみんなで拾い箱入れて、パコッと分別せなあかんしね。一行はセブンイレブンを出発し公園へ。うわー、楽しそう。まず滑り台行こう。あ、じゃあゴミ拾い来てない。ゴミ拾い、なんかこれ大きい紙行こう。キャットフードもみたいね。あ、そうか、カイツブリフードじゃなくてよかった。よいしょ、はい、よいしょ、ちゃ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 、ゴミ。これ未曾有の中にすごいあるで、これ未曾有のゴミやで、これ。これな、タックルな、はい、足よりさらに低いからやりづらいね。よいしょ、はい、こちらの軍団の方もめっちゃ拾ってはる。ご苦労さんです。それ何、袋からおネギみたいに出てるの何？蛍光灯。あ、蛍光灯もあった。あ、こういうのもあるんやな。拾い箱に戻り、拾ったゴミを分別していきます。缶、缶。どこか缶で入れたらあかんもんな、ちゃんと分かってるやらな。ありがとう。親父が、親父がおそやもんな。よいしょ。はい、よいしょ。ゴミ拾ったで、ありがとう、ギニー。じゃあ皆さん、ご苦労様でした。ご苦労さんでした。いや、気持ちよかった、よかったね。ゴミ拾いみんなでできてよかった。天気にも恵まれて、ぜひぜひ、わしもあのゴミ拾って我々も歩くつもりやし、一緒に琵琶湖きれいに頑張ろう。おおきに。11月10日木曜日、無事に安のおっさん拾い箱リレーを終えることができました。